はい、今日は熊本のね、とある結婚式場に来てます。めちゃくちゃ暑いです。ここにね、ちょうど玄関のシンボルにね、ヒゲゴム抜きをね、僕はね、このヒゲがついてるんでヒゲゴムと呼んでますが、このヒゲゴム抜きとね、テラスに置いてる、もうね、めちゃくちゃ暑いんで、こういうね、軒下とかのね、テラスなんかのね、どこにも観葉植物置いてます。でもね、乾燥に強いやつ置いてますよ、こんだけ暑いからね。でも乾燥にかなり強いね、ゴム抜きなんかでも、2週間前に来てます。ほら、ね、空っぽです。ガラガラ、もうしおれる寸前ですね。アルテシマゴム抜きは交換したんですけど、もうスタッフの方がね、水入れてくれてました。セフリジェですね、セフリジェも相当乾燥に強いんですけど、もうガラガラです。ガラガラ、空っぽ、何にも入ってません。ここでひっそりエバーフレッシュも頑張ってますね。エバーフレッシュ奇跡です。あ、エバーフレッシュも入れてくれてますね、水を。絶対生きてるはずないと思ってたんですが、ここのスタッフの方がね、入れてくれてます。ありがとうございます。でもね、エバーフレッシュもほら、水分が飛ばないようにね、葉っぱを閉じて頑張ってますよ。はい、じゃあせっかくなんでね、こんだけ暑いところに置いてるね、乾燥に強いゴム抜きのね、僕がどれだけ水をやるかを見せたいと思います。はい、いつものように10リットルの水タンク、空っぽです。躊躇なく全部1本入れます。もう1本上からをかけてあげて、はい、このぐらいかな。見てください、このぐらい入れますよ。もう躊躇なくこのぐらい入れますね。これでね、10日、今度はね、10日後ですね。10日後に来て多分空っぽだと思います。今回はね、2週間空けたんですけど、2週間じゃね、遠すぎましたね。危うく葉っぱが全部枯れるところでした。こんだけね、大きいからこのぐらい水分をやらないと持たないですよ。根腐れなんかね、絶対気にしないでください。根腐れしませんから。今以上ね、水を切らしてたらね、復活するのにね、時間がかかりますけど、これはね、今こんだけ水あげてたら半日もするとね、これ水多分半分近くは吸い上げますからね。どうか持たないかもですね。はい、ゴム抜きにも水あげます。はい、躊躇なく、絶対ね、植物も喜んでますよ。うまい、うまい、うまいって言って飲んでると思います。あと半分、はい、乾燥に強いセフリジー、これも和洋圧。もうね、全然迷わなくていいです。こういう外にテラスはね、特に。よし、こんなに入れました。
はい、こんな感じでね、外のね暑いテラスは乾燥に強いこのゴムの木やね、セフリジーたちもね気にせず水はねたくさんあげていいです。これでね、ご自宅だったらね観察しながら水がなくなるまでね、ひょっとしたら5日とかでなくなるかもしれませんよ、場所によってはね。多分これはね、今このぐらい入れましたけど1時間もすると3分の1はね吸い上げてるんで、もう相当水の量が減ります。それからのですね、水管理ですから、蒸発とね水の吸い上げをね考えたらこのぐらいね水をあげてください。そもそもねこのぐらい大きい植物にね水を循環させるためにはね、あのぐらいやらないとね足りませんよ。よくねお宅の植物はね生き生きしてるねって言われるんですよ。こんだけね水あげますからね、それはうちの植物はみずみずしいですよ。はい、じゃあ今日は真夏のね暑いテラスの水あげでした。結婚式場からお送りしました。気持ちいいよね、たくさん飲んでね。はい、じゃあね、バイバイ。